今日はなんか頭の中、僕、ふわふわしてる日だなって思うんですけども、あとでようこさん、おはようございます。え、かむくこんばんは。私の周りもフィギュアには全然興味がありません。特に姉は興味がないだけじゃなくて、まだ、え、羽生結弦君あ、まだ羽生結弦君好きなのとか、羽生結弦選手より〇〇選手の方が好きとか、私が羽生結弦選手の話し,しなくても、わざわざ言ってきます。え、ミュアンチですという。ということですね。うん。 身内アンチなるほどあ、アンチっていうのはあれですね。あのこれはあのあの誹謗中傷とかはアンチっていうことでしょうかね。うん、アンチなるほど。うん？ 身内アンチっていう言葉、なんかちょっと、えー、なんか響き、響変に響きましたね、僕は。うん、え、みきみのさん、よろしくお願いします。えー、かぶくん、こんばんは。えー、今日は、職場で、朝から世界選手権の話題、男女シングル連覇、ペア金メダル獲得、サッカーファンの同僚男性から、すごいよね、とのこの言葉、うん。えー、バレーボールファンの同僚女性もいるし、えー、広島カープの話題は、挨拶に近いので、特定のスポーツの話をしても嫌がられることはなく、 みんなでわざわざ話しています。あ、いいですね。そういった空気感が。うん。気分転換に羽生結弦選手も、競技曲の、えー、を小さい音でかけた時も、生命で何の曲をかけているのか、あ、何の曲をかけているのかと思ったら、この曲で分かった後、曲当てになったし、えー、皆様のお話を聞くと、自分は恵まれているなぁと実感。ありがたい環境です。お、本当ですかうん。場所によったりとか、やっぱ環境によって変わっていくんですね。 でも、スポーツが好きな人っていうのは、フィギュアスケートがやっぱ好きだったりするっていうこともあるんですね。うん。あの、僕も大学の時は、結構スポーツやってる人はいろんな他のスポーツにも興味を持つことが多いなっていう感じはしてました。うん。なので、えー、アスリートはやっぱ好きなのかっていう感じですかね。そんなこともないか。場所によって、えー、環境によって変わってくるっていう感じですかね。うん。はい。ということですよ。 とても面白いですね。えー、藤原うまこさん、おはようございます。かぶくん、お疲れ様です。エキシビジョン、いいですね。えー、かぶくんがもう一回見ちゃおう、心が現れるの気持ちわかりますよ。うまこ、あ、うまこですね。うん。えー、かぶくん、本当にいつもありがとう。もう一丁、かぶくんのまね。えー、ただいまは22時半。 本日3回目、計81回目、羽生結弦ギフトを続けていっちゃいます。あ、なんて素敵な日だ。うん。今日お誕生日、あ、おめでとうございます。孫ご娘がおばあちゃんありがとうと言って、今抱きついてきました。嬉しいわ、まあ、ね。かぶくんおやすみなさいませんね。また明日ですね。はい、おやすみなさい。僕はもうこれから寝ていきますけどもね。皆さんは、えっと、朝ということなんで。うん。 孫,孫娘さんの誕生日がなんかプレゼントとかねギフトとかあったのかなっていうちょっと気はしますけどねうんえー、レモンみかんさんおはようございます歌舞伎やばいあのボストン美術館マサチューセッツ州ボストン市でカツ須カ北斎展を開催しているらしいですが有名な北サイズウェーブ神奈川県沖の沖,の沖浦沖波浦っていうんですかこれの えー、浮世絵を三井亮平さんがレコで立体再現をして提示。 してあるそうで、たまたまこの場撮影をしたという、その向こうになんと浮世絵に混じって、この間のアイラの羽生結弦さんのブルーのオートクジュールを着た写真がちゃっかり展示されているのを発見されました。羽生さんではないですかえ、マジですかジャパンブルーはジャパンブルーではありますが、美術品にアスリートが、いや、ギフトを見ていると不思議じゃないか。三井良平さんは世界に22人しかいない、レゴプロビルダーの一人で <laughs> 1> 1人だそううでですすよとということですねレゴプロビルダーってなんか、ビルダーっていうと、なんか筋肉のビルダーっていう感じがちょっとしちゃいますけどもレゴボ、レゴプロビルダーっていうのがあるんですね。うん。なるほど。目まん丸が3連続できてますね、これね。ここね。うん。 ちょっと僕も目が丸くなってしまったんですが、ゆんまま様、よろしくお願いしますえ。こんばんは、フィギュアファンのアンチョンいで、最近 SNS を見るのが辛くてえ、最近少し離れてましたえ。ここのコメントもあまり見てなかったので、ちょっとまたハズレなコメントになったとしたらごめんなさい。なるほど。うん。私はもちろん、羽生君のスケートが大好きで、 でもね、えー、YouTube の番組で、宇野くんが羽生くんにライバル意識を持って、羽生くんがいない今は僕が一番、前から自分の方がすごいっていのを見ました。ということで、これ言ったらね、あの番組絶対嘘ばっかりです。 えー、羽生戦、羽生くんと宇野くんの対立を煽りたいだけ。大体一番目指すのはどこが悪いのみんなそれぞれをそれを目標にして自分自身と戦っているじゃん。えー、スポーツなんだもん。みんなリンクの上ではライバルで当たり前。野球もサッカーもそうでしょうん。もちろん私は技術も表現も羽生くんは異次元だと思っているから。はいや、その点数ジャッジはおかしいと思うこともありますよ。正直言って。でもさ、ルール決めているのは連名で、 えー、選手はそんな中で最高点を取るために頑張っている。宇野くんが最高の自分になりたくて頑張っているのは、至局真っ当なことじゃないってちょっとムカつきました。うん。それとね、羽生くんのアンチでかなりひどいことを言う人がいて、RT で見たの。私、その人のこと全然知らなかったから、えー、その人のツイッターを見に行ったら、ブロックされてましたということですね。えー、真央ちゃんファン とのことですが、私、普通にもウちゃんが好きで、いつも応援をしていたのに、なんでと、えー、りともない話になりましたが、フィギュアって、えー、すごくマイナースポーツなのに、そんな狭い世界でごちゃごちゃやってると、マジで将来不安になります。うん。えー、とにかくへこんでます。しばらく羽生の演技だけ見て、えー、フィギュアに関することから遠ざかって心を癒していきます。またね、あ、はい、ということで、ちょ,ちょっと困っちゃいますね。ここの真ん中あたりのこの煽ってる記事っていうか、 こんなのは、ちょっとこれ、番、YouTube の番組があるんですね。ということに言って、これは。うん。一体どういうことなんだっていう感じがしますね。はい。あの、だか、Twitter とか、あの、SNS? うん。 ちょっとなんかそういうのがなんか出てきてるらしいので、まあ、ちょっと困っちゃうなっていうのはあります。まかぶくんってね、の方でも若干ちょっと荒れた、あれだわけじゃありませんけど、まあね、ちょっといろいろあったかなと思うんですよね、やっぱりね。うん。はい。ただまあ羽生選手は、やっぱりプロの世界、今ね、同じ現役じゃ今ないので、まり比べる人意味はないのかなっていう、ちょっと気はしてるんで、逆にどっちも楽しんでいいんじゃないかなって僕は思うんで,で、どっちかでもいいし、別にって僕は思ってるので、うん。ちょっと残念だなっていう感じです。はい。 なんかせっかくね、あの素晴らしいショーとかね、し試合とかねやって、やってるのになんかこういう後味の悪いのがちょっとなんか出てくるとちょっと嫌だなっていう気はしてくるんですが、ムイピーさん、よろしくお願いします。えボストン美術館、北斎インスピレーションと影響力店で、羽生くんの写真が展示されています、うん。羽生選手は北斎の大波のように力強さと美しさを兼ね備えたスケートで知られていますとありました。 ということですね。作品は去年、蜷川美香さんが撮影したアイラ飛躍の電動力の写真で、大きなパネルになって壁にかけられています。羽生くんの写真はもう一級品の美術品扱いですね。うーん、素晴らしいですね。大波のような美しさ。 っていうことですよえ個人的には5年前に蜷川美香さんが撮られた青バラの羽生くんの顔の表現表情も大好きです。蜷、え、川、ー、さんは羽生くんを撮影することが悲願だったと、えー、おっしゃっていました。 以前あ、いざ、えー、撮影になると何か憑依したみたいに、ぐーっと顔つきが変わる瞬間を捉えたこと、時の撮影風景の番組がありました。羽生選手はスケートの時、作品に合わせて顔つきからその場の空気まで一変する力がありますね。えー、カブくん、以前、私が訪、えー、ねた時は、青バラの羽生くんをそらえて言っていました。うん、羽生くんの魅力的な作品の写真は、羽生結弦というジャンルの中の一つの形なんです。ファンの方たちが、えー くんテレビで羽生くんの魅力をお話ししていく上でも是非カブ君にはどちらにも見ておいてほしいんですよ。あ本当ですか気になりますねこれね。うん。アホバラの羽生くんちょっと見てみたいと思いますよ。うん はい、ちょっとね、やっぱついていかないこともあるので、えー、確認をしながらですけども。えー、ルコピアークラーさん、よろしくお願いします。カムさん、こんばんは。えー、ギフトから帰ってきて、ワールドの歴史を見ようと探したら、番組なかったんです。なんでなんで前から歴史って放送なかったっけえー、関西はないんですかね関西いじめがひどいなっていう気がするんですよね。え、 さてさて、ファンタジーオンアイスですが、私はすごいことになってますよ。カボさん、覚悟して聞いてくださいよ。自分もびっくりして何回も見直して、それでも信じられなくて、やっと最近2回できました。うん。これはちょっと、何があったんでしょうか。まずは幕張、最前列、宮城最前列、神戸アリーナと3回も当たってしまったということです。当たっちゃった。うん。もはやもう当たってしまったっていう感じですよね。 はい。もうおめでとうございますっていう感じですが、どうどど、どうしよう。嬉しいけど、勢いすごい勢いで、雪地様がということですね。はい。実際、目の当たりにするとちょっとなっていう感じで。で、えっ、ー、と、でもこれを逃すわけにいかないんで、やはりいっちゃいます。当分は生観戦自粛かもです。でも、やはり最前列やばいです。あとはなんと選手力をゲットしたい。それは贅沢ですね。おめでとうございます。いや、もうこれはもう僕は素直に嬉しいですよ。 なかなか最前列取ることできないと思うんですよね、うん。なので、これはちょっともう楽しんじゃうしかないんですが、お金がっていうことなんで、ちょっと心配にはなってはきますけども、おめでとうございます。はいえー、藤原ウ子さん、よろしくお願いします、えー、株君お疲れ様です。 妖精舞ちゃんへの愛、素晴らしい。素晴らしい。何回言ったかなでも、妖精舞ちゃん、のうまくもいい女子フィギュアでは一番好きですね。いや、あのね、彼女の演技見てるとやる気が出てきます。うん。ただいま、ギフトから戻りました。え、先ほどのコメント訂正です。本日3回目、82回目終了です。えー、その後、YouTube の動画をちょっとだけ見てきました。ビックリポンです。チャジューパンくん、いっぱい動画上がってましたよ。うん。埼玉での世界選手権、銀メール、あ、 銀になる演技、上がってないということですね。なるほど。インタビューもなし。日本地国の選手だけですよね。日本はずっと前からそうでしたか。国別対抗戦ならばわかるけど、すべて、 表情で上がった遠征者インタビュー報酬です。フィギュアファンは獲得したいんであれば、日本選手だけは無理と思いますしね。歌舞伎、それではおやすみなさいませね。という。これは残念ですね、放送ね。もうこれは VPN v p VPN をなんとかやって見ていくしかないと思うんですが、ちょっとこれはやっぱりなんかさっきの関西の件もありましたけど、なんかちょっともうちょっと広めてためには、そういうの必要だなって気はするんですけどね。うん。 今日はね、なんかね、頭がちょっとふわふわして、なんかちゃんと話せるかどうか不安なんですけども、たまにあるんですよね。えー、さらかやさん、おはようございます。今朝は晴れています。本日3月28日は三ツ谷サイダーの日です。あ、なるほど。三ツ語呂合わせにて、え、朝日飲料が制定しました。ベルギーや近隣国には三ツ屋サイダーは販売していますか予想最高気温は13度です。 いや、ないですね。三つ屋サイダーっていうのはないですよ。うん。もう、サイダーっていうのはもちろんあるんですが、えっ、ー、と、スプライトっていうのはありますが、三つ屋サイダーっていうのはないですね。うん。これは日本にしか売ってないんじゃないかなって思うんです。多分。はい。という僕は思いますよ。えー、そして、お天気観測お疲れ様でした。風が強く寒そうですが、今日はお天気はいいですね。えー、最後の夕焼けが、綺麗ですね。こういう光景は何回見てもいいものです。ね。 うん、いや本当ですね。夕焼けはね、なんか心を切なくさせて、なんとかね、なんかこう、いいけども、ちょっと寂しくなるっていう不思議な感覚がありますね。はい。っていう感じです。えー、うさん、おはようございます。カぶ君お疲れ様です。えー、空の、えー、青空、きれい。北海道は、えー、今朝はマイナス2度。お、寒いですね、やっぱ北海道。えー、快晴で6度まで上がるらしい。裏には来る野鳥ですが、市中から唐は、ひら、あ、は、 ひ平きじばとすずめ。 ハシボソカラース、そしてギーギーなくヒヨドリは皆近層です。あ、なるほどですね。ヒヨドリはやっぱどこにでもいいですね。うん。これから春に向けて求愛ダンスを始めるキジバトが面白いですよということですね。うん。キジバトね。で、鳥の世界にもモテるモテないがあって、見てて切なくなります。ね、わらわらわら。えっとの、のための餌やりなんで、11月から3月までと決めています。あとはミスト果物を木に刺すくらいです。あまり手を出さないのが大事かもですね。うん。 なるほど、カラスって皆さん、うん、嫌いだと思いますがハシボソさんは謙虚で意向で見ていて面白いです。じゃあ今日も頑張って働くか。株くん背バネ はいセバネといととうことで、うんはい、あのカラスってあの神社とかでカーカー鳴いてる、ね、都会にいるカラスってのはあれはちょっとあの荒いですけどもあの実はハシボッツガラスっていうのは確かに大人しいですよね。でこういうカラスはあのヨーロッパにも似てるのがいますのであのこれについては大人しいです確かに、うん、ただヨーロッパはカモメそしてあと何だっけな、あのー、いるんですよちょっとあのなんかヒヨドリっぽい鳥でちょっと危ないやつがいるんですが。 結構ねあのやっぱいますねうんはいあと日本で聞いた話なんですが猛禽類ってちっちゃい子供を持ってったりするんですかねこれ聞いたことありますようんなんかわしとかがちっちゃい子供をさらっちゃうっていうなんかことがあるらしいですが人間もさらわれるんですかね猛き類に、うん、ちょっとびっくりはしますけどねはいちょっとちょ今日は、えー、僕ちゃんとしゃべれたか分かりませんけども今日これで終わりにしていきたいと思います